私が選んだものを紹介したいと思います。このダウン、これ M サイズにしたんですが、迷いに迷ってこの柄にしました。そしてスカーフ、あ、およで、このニットはこれはね M サイズにしました。試着した時も M だったんですけど、あ、割とちっちゃめだなと思って、 S だともうちょっとちっちゃくなっちゃうと思って M サイズにしました。で、めっちゃあるニットばっかりこのセット、このねフルセット、フルセットじゃないんだけど、まあフルセットか、フルト付きマフラーと手袋とニットチップパーカーにしたのと、あとはマフラーをここに YouTube でここに巻いてたと思うんですけど、それとスカート、それからあのまあ着てた子でほぼですねこれも着てたやつだよね、この着てたやつの色違いですね。結局こういうのって着るじゃないですか。なのでこういうニットなんか下に着てもいいし、本当にねいろんなカラーが入ってるのでテンションも上がるんですよね。なのでもっとファッションが楽しくなるなと思って選んだんですけど、はい、こんな感じで私はユニクロマルにこれを選びました。後から買い足したりとかもしてるから、今日の高橋っていうハッシュタグであのインスタグラムとかにアップしてるので、そちらもチェックしてください。選んだもの紹介でした。またねー。これ着てみたらママ。お、じゃあそっちに立ってみてください。あ、いいじゃん、うん、軽くない？しかもすごい軽いんだよね。ね、いいじゃん、いい感じですね。中もグリーンそう、リバーシブルでもいいんじゃないかっていうね、うん、そう言ってたもんね。ね、言ってたYouTube 見てくれてます、うん、そう、そんな感じでこういうの選びました。すごい、あいちゃん超ね、うん、そうなの、かわいい。じゃあこのスカーフはねママにあげますよ。ありがとう、うん、私コンプリートセット買ったから、コンプリートセット全部ついてくるやつがある。へえ、そうボックスになってる。かわいい、かわいいよね。そう、こんな感じで巻いてもかわいいし、ね、ちょっと巻いてみたら、これフードかぶってみてよ。いいじゃん、茶色いいじゃん、いいんじゃないそれ。福井寒いから、そう、雪かきに、雪かきに雪かきはちょっとあれが濡れちゃうから、でもいいじゃんね、意味がね、静電気静電気、冬はね乾燥しますからね、うん、これパンツもいいよ、スカート、スカート、スカート合うじゃんそれにもね、かわいい、うん、下にそれマフラーです。カシミヤの。あ、カシミヤの。うん。手触りいいね。ね、柔らかいよね。いいじゃん、それも合うじゃん。いい感じ。いい感じ。それはパンツです。これパンツなのね。そう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 。これあったかいな。それいいじゃん、その合ってるじゃん。あ、それあげませんけど。買います私。買ってください。可愛いよね、それヒートテック、これヒートテックなの、うん、これヒートテック可愛いよね、また派手なマルニですから、いや、おしゃれ、可愛いよね、うん、でも一枚でも着れるじゃん、それだったら、あ、本当やね、うん、セーターにしたね、片付けました、はい、ありがとうございますありがとうございました、ありがとうございました、はい、でこのチャンネルが、はい、いいと思ったらグッドボタン、うん、そしてチャンネル登録お願いします。はい、高橋アイラボでした。バイバイ。恥ずかしい。